跳ねてる。おはようございます。まだ6時前でございます。皆さん、おはようございます。9月8日、火曜日になりました。モーニングコカンの時間です。今日の目覚めはいかがだったでしょうか。カイコカはすごくぐっすり眠れたのかな。ぐっすり眠ることができましたね。はい、今朝も目覚めが良かったです。3連休だったということもあってね。カイコカは3日だったんですけど、3日だったということもあって体がまだなまっていますけれども、皆さん今日も一日頑張っていきましょう。それでは早速今日のお天気です。今日のお天気はこちらになります。ドン。はい、全国的に晴れマークが目立ちますけれども、名古屋だけね、傘マークが一つついてありました。はい、でも晴れマークがあるんですけども、やっぱり曇りマークもね、たくさん見えますので、はい、まだお天気がね、こうはっきりとどうなるかわからないという状況なので、やっぱりあれですね、折りたたみ傘を持ち歩いたりしてね。でも風が強い地域は飛ばされないように気をつけてください。それではここで中継をつなぎたいと思います。全国の皆さん、そちらの天気はいかがですか。ベランダに出て見てみてください。皆さんの地域いかがですか。曇りです、晴れです、晴れです、曇りです、晴れです。曇り曇り、晴れ晴れ晴れ、曇り晴れ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 曇り晴れ、涼しい、晴れ、曇り、晴れ、曇り、曇り、晴れ、晴れ、晴れが多いですね。雨が降ってる地域は一つもないようですね。はい、そう、朝、そう、外に出てみてすごい分かるんですけど、朝が涼しくなりましたね。雪？雪？大雨でもここ入れば晴れてて、ありがとう。気持ちは晴れ、風が強い、あー、く晴れ、く晴れ、曇りと晴れが合わさっていく。あ、まあそんなところですかね。はい、皆さんの住んでる地域も今日は傘が必要かなとか思ったら持ち歩くのが、そうですね、自分に正直に、自分に正直に、天気に正直に行きましょう。はい、それでは以上天気コーナーでした。はい、それではここで今日のカープコーナーです。今日のカープコーナー、恋ココアです。はい、昨日は、マツダスタジアムで中日 DeNA、 昨日ヤクルト、昨日は DeNA、 ベイスターズ、昨日試合がね中止になったんですよ。結構前日ぐらいから発表されて、あれになってたんですね、中止になってたんで、昨日の試合はなかったんです。本日の試合はですね、あ、こちらマツダスタジアム、ヤクルトとの試合になってる。昨日は雨天、もともと台風が来る想定とかあれで、もともと中止になってたんですよ、前々から。
中止が発表されてたんですけど、本日はですね、ヤクルトスワローズとの対試合になりますね。タコ、そう、台風が来てたね。はい、ヤクルトスワローズのヤクルトスワローズの試合になりますね。はい、皆さん、今日のカーブも応援して応援しましょう。スコットが先発に回るらしい。え、スコットが先発に、あれは外国人選手に乞うご期待でございますね。はい、今日のカーブも応援しましょう。カーブは今5位なんですけどもね。ああ、そう、私プロ野球スピリッツという、まあ、プロ野球のアプリをゲームアップルしてるんですけども、そこで西川選手がガチャで出てきましたね、という近況報告でした。以上、カープの恋ココアでした。ここでニュースです。じゃん、ドゥドゥン、ST48 シックスシングルカップリング曲エリート選抜選挙がただいま行われています。それは7人ユニットの7人ユニットの人数は7人ユニットになっておりまして、もしこのユニットに選ばれるとすれば、東京での定期公演やカップリング曲 MV に参加できます。そしてですね、この7人ユニットになると、6枚目のメディアプロモーションの中心メンバーとして活動することになっていくんです。ぜひ頑張りたいですので、皆さん、おい、よろしくお願いします。頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、その投票方法はですね、じゃん、こちらになっております。キフスシングル思い出せる恋をしようの初回限定版に入っているあの応募券をハガキに貼って送ると、それが投票になります。そして ST48 モバイル会員で1人1票の投票もできますね。このような感じになっております。ちょっと天気になるんですけど、ツイッターとかではこのハッシュタグ解雇かはユニット選抜へという形でみんなに発信していただいてますね。いつもありがとうございます。みんなすごい量買ってた。はがきの書き方はこちらになります。じゃん、こういう、あ、そう、振り仮名がね、いるんですよ、これ。名前に、
名前のところに振り仮名がいい。このような形でハガキは書きます。はい。あ、これは私はあのこのハガキはお金が足りないので後で切って貼らなきゃいけないんです。これでね、こんな感じでございます。はい、以上しニュースでした。続いてはここで一旦 CM です。待って、いくよ。首が曲がったんだけど、ちょっと待って。クマの首が曲がった。ちょっと待って、なんかこの手がさ磁石になってて勝手にこうくっついてたんだけど、ずっとくっついてたの、このクマとこの手が。やだ、ちょっと待って。頑張って。こっちくっつかないもん、首が曲がって。まあいいわ。はい、いきます。初代看板娘就任、お味かぐーチャーメンパン、チャーメンしよう、長崎ちゃんめん野菜かどん。 CM 開けるまで3、2、1。皆さんおはようございます。 ST40 とカイコがここまでニュースモーニングカーをお送りしております。はい、ただいま先ほどはね、あのクマが今日は首がクマの首が曲がっているということで気を取られましたけれども、 CM をお送りしました。それではここで皆さんお待ちかねのニュースコーナーに移りたいと思います。はい、ここにある12枚のカードで皆さんの、今日の一日の運勢を占っていきたいと思います。はい、皆さんお待ちかねですね、久しぶりのニュースコーナーです。あ、占いコーナーです。それでは占いしていきたいと思います。まず1月のあなたはドン、1月のあなたは納豆を食べた後、納豆嫌いの人の近くへ。1月のあなたは納豆を食べた後、納豆嫌いの人の近くへ。2月のあなたはドゥルル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 ドゥン、初代看板娘を好きになる。2月のあなたは初代看板娘を好きになる。3月のあなたは、サラダチキンを食べたらツナの味がする。3月のあなたはサラダチキンを食べたらツナの味がする。
3月の歌はサラダチキンを食べたらツナの味がする。結構ガチなんですよ。4月のあなたはルル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 ン、スイカの種飛ばしならぬ魚の骨飛ばし。4月のあなたはスイカの種飛ばしならぬ魚の骨飛ばし。4月のあなたはスイカの種飛ばしならぬ魚の骨飛ばし。これはやったら お母さんに怒られますね。気をつけてください。それでは5月のあなたはドゥルル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 ルドゥン、ジップロックは有能。5月のあなたはジップロックは有能。それね、123456月のあなたはドゥルルルルルルルン、ゴリラは時速40キロで走れる。6月のあなたはゴリラは時速40キロで走れる。みんな知らんことでしょう。ゴリラは時速40キロで走れる。知りました。7月のあなたはドゥルル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 ルン、給食のおばちゃん服を着こなす。7月のあなたは給食のおばちゃん服を着こなす。8月のあなたは給食のおばちゃん服を着こなす。そして1234567123456789、8月のあなたはドゥルルルルルルルン、ハッシュタグ開国青をユニット選抜。8月のあなたはハッシュタグ開国青をユニット選抜。9月のあなたはドゥルル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 ン、信号に引っかかった分自分の恥ずかしいエピソード。9月のあなたは信号に引っかかった分自分の恥ずかしいエピソード。自分の恥ずかしいエピソードを発信してください。9月のあなたはドゥルルルルルドゥン、外がだんだん涼しくなってきている。9月のあなたは外がだんだん涼しくなってきている。10月の、ん？待てよ、待て待て待て。今のは11月のね、占いでしたね。ん？今のは10月の占いでした。これから11月の占いをしたいと思います。11月のあなたは、ドゥルルルルルルル、ドゥン、ユニット選抜に入る。夢を見る。11月のあなたはユニット選抜に入る。夢を見る。そして12月のあなたはドゥルル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 ドゥン、一日亀ゲーム、かっこ歩くスピード。12月のあなたは一日亀ゲーム、かっこ歩くスピード。はい、ということで ここまでニュースモーニングコカの占いをねしてきたんですけど、今日の本日の皆さんの運勢はいかがだったでしょうか。あくびした、ちょっとあくびしたでしょ今。大変申し訳ありませんでした。
あくびをしました。申し訳ありませんでした。ということでね、ニュース占いもね終わりましたけど、ここの寝癖何？寝癖気になるけどね。この寝癖気になるけどね。はい、ここで占いも終わったということで、ニュースモーニングカーも終わりの時間に近づいております。今日もですね、今日もですね、一日楽しく過ごせるように、皆さんが一日元気に過ごせるように、カイコカーが皆さん送り出したいと思います。それでは最後のね、終わりの挨拶はあれでいきたいと思います。私が今日も元気にいってらっしゃいって言ったら、みんながコメントで明日なら自分とコメントしてください。そして私がで手拍子をするとみんなで花丸グーをお願いします。それでは行きます。今日は元気にいってらっしゃい。明日なら自分。花丸グー。はい、ニュース配信が終わりました。明日なら自分ってどういう意味？昨日より今日、今日より明日、理想の自分になろう。明日なら自分というあれです。そんな意味があった。そんな意味があった。おめでとうございます。そんな意味がありました。今日で118日、なんか適当に言ってると思った。ちょっと適当に言ってると思ったら実はいい意味だった。うん、いい意味です。今あくびしました。そう、昨日より今日、今日より明日、明日なら自分です。120日で4ヶ月。あ、そっか、遅刻するのでいってらっしゃい。お仕事いってらっしゃい。頑張れ。え、なんかさ、 NAB さんの歌で頑張れってさや姉さんが言う言葉、言う歌ありますよね。なんだったっけ。あ、夢は逃げない。あれめっちゃ良くない。サビ前かな、落ちサビどっかで姉さんが、そう、頑張れって言ってからサビに行くから、めっちゃいい。
ゆうりちゃん頑張れて、無謀な夢は覚めることがない、まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことはない、意外だからこそ、さっきニュースに STU 出てたよ。嘘、もうこのあのもうモーニングニュースじゃなくて、モーニングココアニュースじゃなくて、もうガチニュースに出てた。1位で、あ、びっくりしちゃった、あれか、そっかそっか、もう発売して、そっかそっかそっか、もう1週間も経ち、まだ1週間しか経ってないの、もうすぐ更新を発売してまだ1週間しか経ってないの、ダイソーで重い声流れてきた。ST40 に認知度上がった、コンビニでも流れてる、思い出する恋をココアをしよう、思い出する恋をココアにしよう、今日もう8日か、早いな、明日ブームが発売、早いな、もう32分か、早いな、楽しい時間はあっという間で、寝癖のまま学校行く、だいたいねショールーム配信したまま学校に行きます、16歳、ヤナホトのチェキの申し込み今日、あ、そうです、ヤナホトのチェキのあの思い出し恋しようのチェキの申し込みが今日までだし、今日までになっております、あ、コッペパン多い、今日の夜もね、配信したいと思います。あ、昨日までか。すべて社会限定版流しました。
ありがとうございます。ユニットのね、先発も頑張りたいですけど、いろいろ今日は7時半ぐらいから配信できたらいいなって思ってます。今日も一日ね、楽しみましょう。今日も一日楽しんで、楽しんで過ごしましょう。頑張ろう今日も。みんな頑張るよ。今日も頑張るよ。ではランキングを見ます。13位ハイキューさん、12位ヨウさん、11位ダンスさん、10位モッカンさん、9位アーリーさん、8位ノッシーさん、7位コゲパンさん、6位タカトさん、5位こまめまきさん、4位オールグーディンさん、3位スウェンさん、2位ヒサさん、1位はアキサトさんです。ありがとうございます。皆さん配信ありがとうございます。配信を見てくれてね、ありがとうございます。嬉しい。朝から楽しく今日も配信できました。それではウィンクまで3、2、1、ちのウィンクはね、3、2、1、いい感じ。ではね、今日も元気にいってらっしゃい。バイバイ。ありがとうございます。